神奈川県湘南学院。27人の部員をまとめるのは3年生のキャプテン間宮瀬那さんです。去年の冬、選手権1回戦、間宮のキックが浮いてしまいました。湘南学院敗れました。あふれ出る思い、その涙を一番近くで見ていた選手がいます。副キャプテンの大隅沙耶さん。大好き。でも一人でずっとやったことなかったので、相棒です。去年3月、副キャプテンの沙耶さんが自分の誕生日に右膝靭帯を断裂、全治8ヶ月の重傷でした。くじけそうな瀬那さんの心を支えてくれたものがあります。それはなでしこジャパン金賀ゆかり選手から贈られた言葉。頑張ることは当たり前、誰かのために頑張ること。11月、勝てば選手権出場、負ければ引退の大一番。瀬那さんは必死で走り続けます。沙耶さんのために。力の源は大切な人を思う気持ちです。掴み取った全国の切符。次は私の番だ。怪我を治して選手権までに復帰する。大切な人を支えるために、これが最後の冬だから頑張ろうね、相棒。